アスケラン地区は、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国領、ナゴルノカラバフ自地州に1930年から1991年まで存在した地区。1978年からアスケランをシフトし、面積は900平方キロメートル。1930年8月8日に、ステパナケルト地区として設置された。ステパナケルトを、 中心都市としていたが、ステパナケルト自体は、地区からは、独立した行政的地位にあった。1978年5月15日の、アゼルバイジャン最高会議幹部会令によって、アスケラン地区と解消され、主婦は、アスケランに移された。1991年の、ナゴルノカラバフ共和国成立に伴い、アルメニア人勢力はここをその行政区画、アスケラン地区としたが、 一方のアゼルバイジャン最高会議は、同年11月26日の自治州解体に、伴いアスケラン地区も廃止し、新設されたホジャル県にその領域を移すことを決定した。2020年の第二次、ナゴルノカラバフ戦争により、南端部はアゼルバイジャン軍に占領され、そのままアゼルバイジャン領に復帰した。地区の民族別人口は以下のように推移している。5 零零零十、零零十五、零零零二十、零零二十五、零零零三十、零零零1939年、1959年、1970年、1979年、1977年の時点で、ステパナケルト地区には、アスケラン労働集落と52の村、そしてそれらを管轄する一つの集落ソビエトと16の村、ソビエトが存在した。 ありがとうございます。